とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン8、今日が最後となっております。最後の周回行ってみましょう。残り6時間55分ですね。あと7時間後には、新しくなってるっていうことです。シーズン8、本当にいいものが全く出ないので、二ついいものってすると終わらない可能性が大です。ということで、20周行ってみましょう。行くぞ。どうだろうね、今回は。幸先悪いな。弓ダメ。名もなき刃ダメ。雪ダメ。まあ、とりあえずこれにしときますか。あ、悪くは、いや、悪い。別に使わないな。次。どんどん行きましょう。また出た。また雪の弓出た。まあ、クールダウンショットがついてるってことは、まあ、よしとしましょう。いい流れが来つつあるか。生きたつった。クールダウンなし。次。3回目。クールダウンなし。これでやっぱいらないワールドウィンド。よろしくないね。次、いいんじゃない。まずこのクロスボウはよろしくない。どう？主要スキルがついてないね。ダメです。ハイランド、いや、使わないかな。5回目。ウィンドも良くない。成長するスタッフもよろしくない。クールダウンついてない。ダメ。これが6回目だね。なんか出ないな。なんか良くないぞ。まあまあ使えなくはないかな。でも最高じゃないね。使えなくはないね。そろそろ来てと思ったら来た。来たよ。まず速射いらない。怒り頼む。まあまあ、いやー、どうだろうね。凶暴か痛みリフレッシュ。こっちはクリティカルさん。なるほど、悪くはなさそうだね。痛みも 6% 吸収で使えば、まあまあ全然いける感じなんで。OK。これは採用しときましょう。クールダウンなし。いいんじゃない？凶暴化で、動き速くなって、で、痛みで5回目に確実に5倍ダメージ。で、リフレッシュもついてる。で、クリティカルでダメージも上げれる。最大8倍ダメージか。いい！とりあえず、使ってみよう。まあ、ガードストライクないのがちょっと、怖いとこだけども。OK。どうだ？月のダガーぐらいか。爆発。輝き、クリティカル、重力。悪くないね。OK、月のダガーゲット。見た感じでわかるな。よくない。太陽の愛か。太陽の愛か。ここで半分。10回目は、ダメだね。厳しいな。じゃあ残り10回行こう。ダメかな。いや、違う。ダメだ。こんなんじゃない。どうだ、ダメだね。もうこの2種類はね、あんまりよろしくないんだ。こっちもクールダウンなしか。悪いな。悪いね。流れが悪い。ちょっと流れが悪いぞ。ちょっとあと7回か。いい。なんとかしようよ。そろそろお願い。頼むよ。
でもダメなんだ。あ、いや、一番右はあり得るぞ。まず、レッドスネーク、よろしくない。どう？あー、ダメか。ソウル系が4入ってれば最高なんだけども、あ、残忍な魂のクロスには入らないか。はい、次。ダメだな。全然、いいのが出なくなったな。あ、いやいや、最初から出てはないのか。悔しいな。まあまあ、全部ユニークだけどね。衝撃波、輝き、重力、よくないね。スポンジも、まあまあ、これは、ぼちぼちかな。いやー、もともとの性能が良くないからね。持ってても仕方ないだろうけども、まあ、一応クールダウンとポーションバリアついてるし、一応持っとくか。まあ、どうだ？クリティカル2か。ダイナモとリフレッシュが一緒のとこについてるね。いやー、良くない。やめとこう。でもまあ、これが一番マシか。ラスト3回だね。ラスト3回。リゾルトテンペスト。いや、違うな。違う違う。はい、残り2回。最後もう一個欲しいところだけどもダメだね。ダメやな。ではラスト行こうか。ラスト。まあ冬の指先はダメですね。マルチショットはついてる。でもダメ。星夜か。微妙だな。クリティカル、いや、虚無でもいいか。で、真ん中が、そうね、凶暴化か弱体か。いや、ダメだ。ダメダメ。よろしくない。ダメです。今回もいまいちだな。はい、ということで、戻ってきました。いえ、20周やりましたけども、まあ、出ないね。まあ、コメントでもね、よく来るんだけども、シーズン8、本当にね、出にくいんだと思う、今回は。なんで、シーズン9、今日から始まりますけども、そこでね、また頑張っていきたいと思います。ショートカット、あるのかな？どうでしょう？わからないね。はい。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。